世界に感じる不完全さ、その源をたどれば心境から脱する道があるかもしれない。そこへまたしても見知った者たちが現れた。孫昌浩ら孫吾にゆかりある者たちの姿を、だが孫権は不敵な笑みを浮かべていた。真に孫吾のものか否かは戦の牙にて問えばいい。昌浩たちが敵みたいだけど、あれも胸像なの？真に孫家のものならば武で語らえよう。正体など武器を買わ、もし彼女たちが胸像ならば、これは私たちの目的に気づき、この世界から出さないよ。ならば敵の花を明かしてやるまでだ。神王殿、かぐや殿、孫吾の者の始末は我らでつけます。その間にここを出る方法を探…敵の目は私たちが引きつけるわ。人間もやればできるって知ってるでしょ。皆様、承知いたしました。さあ行くぞ、孫吾の牙で奴らの処。真に孫吾のものか。まずは襲われている味方を助けに向かう。助けてくれんのか。普通にヤバかったんだね。おかげで助かった。ここは仮一つってことで後で返す。この援軍は基本嬉しくないが、あんたの援軍は特別さ。見せる戦しやがるな。俺と世の女性人気を二分できる。戦していただけると感謝します。結局私でしょ。窮地は出したようですね。助かりました。徳永様の軍勢が天王山で交戦中です。私たちも合流して戦いましょう。来たな。この先へは進ませないぜ。落石か。仕方ねえ。俺たちは西から回るか。私から離れてはいけません。あなたと共に戦えること嬉しく思います。かかったな。できないわ。楽しみましょう。最後まで。すぐ撃って倒す。
から目が離せないわ。姫様の元へは行かせません。これ誰だろう。信長様、ご無事で何よりです。よく来た、光秀。王刀の虎、孫文大こそ真の三国無双よ。よいぞ、もっと信長を楽しませよ。あなたたち、調子に乗りすぎよ。ちょっと痛い目に合わせてあげなきゃね。武門の長として武様の戦はできいくら強造って言っても将校を倒すとか言い切しかし多くの仲間も救うことができた。それは大きな収穫と言えよ。こちらも収穫がありましたよ。皆さんが頑張ってくださったおかげです。ああ、神王殿にかぐやと何か手がかりが得られた。はい、この世界の出口とでも言うべき場所。さすがカグチンと神王様、これでやっとここから出られるのね。ただしそこまでは少し距離があります。また暴君、どんな敵が来ようと問題はない。皆でこの世界を出るまで。そういうこと、こんなとこに長居したくないし急ぐわよ。よし、何の気も、どうかこいつを見事なお手間。